こんにちは。基礎生物学研究所の大坪陽子と申します。今日は環境変化に細胞はどのように応答しているのか、酵母で細胞の基本的システムを理解するというタイトルでお話しさせていただきます。はじめに自己紹介を、どういう感じで私が研究者になったかを少し紹介させていただきます。私は、高校は中高一貫校の女子校なんですが、東京都の調布市にある工科学園高等学校という学校を卒業しています。高校生の皆さんもご覧になっていると思いますので、自分の高校時代から少しお話ししようかと思います。高校時代の印象深かった思い出としては、工科学園では英語教育に力を入れていて、高校1年の夏休みに1ヶ月間イギリスかアメリカに留学することができたのですが、そこで私は初めて海外に行き、とても楽しい時間を過ごしました。そして英語で話して、他の国の人たちとコミュニケーションが取れることにとても感動しました。理系の研究者も英語は必須で、海外の研究室に行って研究をする日本人もたくさんいますし、論文も英語で書かないといけません。私もあまり英語は得意ではなくて、今苦労しているので、偉そうなことは全然言えないんですけれども、高校生の皆さんには、ぜひ英語の勉強もしっかりやっておくことをお勧めします。あとは、高校時代というと、部活は放送研究同好会というのに入っていて、朗読や放送劇をやってました。という感じで、全然特に理系的な活動はしていなくて、いろいろ勉強するのは嫌いじゃなくて、まあ強いて言えば虫などの生き物も嫌いじゃないかなという程度でした。もともと私は読書が趣味で、特に理系の科目が得意というわけでもなかったのですが、文章を書くのがとても苦手で、その上文系の父の職業を目指そうとしたら向いてないと言われ、消極的に理系を選択しました。理系コースに進んでからもいまいちはっきり決められず、結局とりあえず大学で考えようと思い、比較的入学してから選択の幅が広そうな大学を選んで受験しました。大学に入っても相変わらず定まらず、運動部に入ったりしてなんだかフラフラしていたんですが、大学の授業で先生が生きているとはどう思いますかと問いかけているのを聞いて、確かにどういうことだろうと思って興味を持ち、一番生物系が自分には馴染むかなと思って生物学科に進むことにしました。具体的には植物学科に進んだんですけれど、植物学科ではフィールドワークといって実際に屋外に出て植物を観察して研究するようなことから、実験室で細胞の中身を見てみるような細かい実験までいろいろと体験できて、その中で自分は割と細かい実験の方が好きなのかなと思いました。それで大学院から酵母の一種である分裂酵母を使った研究を行っています。大学院は修士課程が2年間あって、その後、博士課程が3年間あるんですけど、石の上にも3年って言うよねと母に言われ、それもそうかと思い、修士で辞めずに博士に進んでしまいました。そして結局そのままここまで続けてきています。今回なんで研究者になったか、何かきっかけを話してほしいと言われたんですが、私の場合、あまりはっきりとしたきっかけはなくて、辞めずにここまで続けてきたというのが大きいのかなと思います。今、子供が3歳と6歳の子がいて、2回産休育休を取って休みを挟んだりもしているんですが、周りの人たちに助けてもらいつつ、なんとかここまで続けてこれています。あと、祖父が文系ですけど学者で、よく遊びに行って研究している祖父の姿を見ていたので、そこら辺も研究者に進んだきっかけだったのかもしれません。また、家族が反対せずに大学院に進めて好きにやらせてくれたのも大きいのかなと思います。さて、私の専門は分子細胞生物学なんですけど、分子細胞生物学ってどういう研究分野かわかりますか？ちょっと戻って、生物学って皆さんは何だと思いますか？高校の生物は暗記することが多くて退屈だともしかしたら思われているかもしれませんが、本来は暗記する学問ではなくて、すごく簡単に言うと生物学とは生き物を研究する学問です。ちなみに英語だと生物学はバイオロジーですけど、バイオはギリシャ語のライフを意味する単語ビオスから来ています。では、生物学者にとっての根本的な疑問とは何でしょうか？
先ほどの大学の授業で聞いた問いと一緒なんですけど、結局生きているってどういうことか、生命の基本的システムを解明したいということが生物学者の根底にはあるのだと思います。では戻りますが、分子細胞生物学とはどういう研究分野かというと、とても細かいレベルで細胞の仕組みを調べて生命の仕組みを理解しようとするという研究分野です。それでは細胞とは何でしょうか。地球上には非常にたくさんのさまざまな生物が存在しています。しかし、どの生物もある共通の基本単位からできています。それが細胞です。私たち人間を含むすべての生物の基本単位は細胞です。酵母のように1個の細胞から成り立っているものから、私たち人間のように30兆もの多数の細胞から成り立っているものまで、非常にさまざまな細胞が存在しています。しかし、細胞が生存するための最も基本的なシステムは、酵母から人まで保存されているものも多く、例えば酵母を使って研究をすることにより、人などの他の生物でも共通しているようなシステムを見出すことができます。そのような基本的な細胞のシステムの一つとして、環境変化に細胞がどのように応答するのかということに、私は興味を持って研究しています。細胞は自身を取り巻く栄養状態やストレスといった環境状態を感知して、環境変化に適応する必要があります。栄養やストレスなどの環境変化の情報は、細胞内で適切に伝達されます。この情報の伝達によって環境変化を感知して、最終的に例えば細胞分裂するかしないか、細胞分化するかなどの決定を行っています。ここで少し補足しますが、細胞分裂というのは、一つの細胞が中身が2倍になって2つに分かれ、それがまた2つに分かれというサイクルを繰り返して増えていく現象のことです。細胞分化というのは、このような分裂を繰り返していた細胞が、何らかの刺激などを受けて特殊な機能形態を持つ細胞、例えば神経細胞、表皮細胞、筋細胞などに変化することです。戻りますが、栄養やストレスなどの環境変化の情報を受け取って、細胞は最終的に細胞分裂するか、細胞分化するかなどの決定を行っています。それで私はこれまでに酵母の一種である分裂酵母を使って、環境変化、特に栄養飢餓に細胞が応答する制御機構について研究を行ってきました。ここで酵母について少し詳しく紹介させてください。酵母と聞くと、まずはこのようなパン酵母や醸造用の酵母を想像させる方が多いと思います。でも実は酵母ってこれだけではないんです。実は酵母という用語は非常に一般的でざっくりとした用語で、単細胞の幅広い真菌類を指しています。いろいろな酵母が存在していて、先ほど出てきたのは、こちらの一番上にあるような質芽酵母という酵母に分類されますが、この他に有名なものとしては、一番下に書いてあります病原性酵母や、と研究分野では真ん中の質芽酵母と同じくらい有名なものとして分裂酵母があります。酵母と聞くと単細胞だし地味だなと思われるかもしれませんが、実は重要な研究でたくさん使われてきています。これはこれまでのノーベル賞を取った研究で酵母が使われたものなんですけれど、このテーブルのように酵母がなかなかたくさん使われていることがわかります。2000年以降も、5件ありますし、2016年の大隅先生は実は私の所属する基礎生物学研究所にいらっしゃいました。さらに酵母の良い点を挙げると、扱いが非常に簡単で、上の写真のような実験机があればすぐに実験を開始することができます。つまり研究費用も比較的安いということを意味しています。左下の丸い写真がプレートと呼ばれる寒天培地で、これで簡単に培養できます。また、下の真ん中の写真のように液体でも培養でき、そこから細胞の中身の DNA や RNA、タンパク質を容易に生成することができます。
また、長期に保存できるということも実験に使う生物としては利点なんですが、マイナス80度の冷凍庫で凍らせて長期保存が可能です。右下の写真の箱には、10×10 で100個のチューブが入ってるんですけど、このチューブ一つ一つに全て遺伝型が異なる酵母が保存されています。さらに、顕微鏡で細胞の形態や細胞の中身を観察することもできます。細胞が分裂して2倍になる時間が比較的短いため、いろいろな実験が短時間でできます。せっかくなので、実際に実験室でどんな感じで実験をしているか、初歩的な部分ですが、少しだけ動画を撮ってみましたので、ご紹介します。先ほどのスライドでも少しご紹介しましたが、酵母はマイナス80度という超低温のフリーザーで、半永久的に保存することができます。これが、そのフリーザーですが、マイナス80度ですが、ちょっと中を開けてみます。このようにラックや箱がいっぱい入っている状態なんですが、このラックをちょっと取り出してみます。で、たくさん箱が入ってますが、この箱を取り出してみます。中を開けてみます。そうするとこのように、チューブがぎっしり入っていますが、このチューブの一つ一つが、異なる遺伝型の分裂酵母株となっています。で、例えばこの分裂酵母株を実験に実際に使ってみたいというときは、このチューブから、培地に起こして生やしてくるということになります。これがプレートといわれる寒天培地で、ここに、酵母を広げていきます。このようにチューブの中からかき出して塗り広げます。この今塗り広げたプレートは、30度に保っているこちらのインキュベーターに入れておきます。入れます。で、1日経ったプレートがこちらなんですが、1日後は、こんな風に生えてきます。ここから別のプレートに塗り広げたり、あるいは液体培地に植え付いて増やすことができます。液体培地に植え付いて増やしたのがこちらで、温度をコントロールしながらシェーカーで絶え間なく振ってるんですけれど、振って培養しています。で、ちょっとこれ開けてみますが、これ50ミリリットルの液体培地で、4×10 の6乗細胞パーミリリットル、つまり1ミリリットル中にだいたい 4×10 の6乗細胞の程よい濃度まで振ったところです。これを回収してみたいと思います。それでは、実際に、この液体培地をチューブに入れて遠心して回収したいと思います。このチューブに25ミリリットルずつ入れます。で、こちらが遠心器なんですが、遠心します。はい、遠心終わりました。そうすると出してみますが、遠心すると、こんな風に酵母細胞は沈殿するので、醸成上積みですねをしてます。ジャボッと振って大丈夫です。そうすると、だいぶ分かりますかね。今25ミリリットル回収したんで、この沈殿のところが酵母細胞なわけなんですけど、だいたい1ミリリットルあたり、4×10 の6乗細胞なので、25ミリリットル回収して、
4×10 の6乗 ×25 で 1×10 の8乗1億細胞ですかね、回収できたことになります。こちら側も同じようにお願いします。この回収した細胞を破砕して、細胞の中にある DNA や RNA、タンパク質を抽出して実験を進めることができます。塗り広げておいたプレートから細胞をこのようにかき取って、液体に検濁して、で顕微鏡で簡単に観察することができます。次のスライドでは実際に分裂酵母細胞を生きた状態で顕微鏡で観察したものをお見せしたいと思います。ということで元のスライドに戻ります。さて、私が使っている分裂酵母を顕微鏡で生きた状態で観察すると、左の動画のような感じになります。このように分裂酵母は円筒状の形をしており、分裂するときは真ん中に隔壁という壁ができて、2つに均等に分かれます。このように均等に分かれることが人の細胞と同じようであることから、分裂酵母は人の細胞のモデル系としてもよく利用されています。右側の動画は細胞の中の DNA と細胞の骨組みのタンパク質、いわゆる分裂装置というものの様子を蛍光で観察しているものです。細胞の中身が2つに分かれていく様子を観察することができます。私はこれまでこの分裂酵母を使って環境変化、特に栄養基盤に細胞が応答する制御機構について研究を行ってきました。分裂酵母は栄養が豊富な環境ではこのように分裂を繰り返し増殖していきますが、栄養源が枯渇すると、こちらの細胞分化の一種である有性生殖過程へと移行します。細胞間で接合して原数分裂という特殊な分裂を行い、最終的には胞子を作ります。そして再び栄養状態が良くなるまで胞子の状態で待っています。原数分裂は人でいうと精子や卵子が作られる時のみに起きる特殊な細胞分裂です。先ほどと同じ画像ですが、栄養が豊富な環境では細胞はこの動画のように分裂してどんどん増殖していきます。しかし栄養飢餓になると分裂するのをやめて、顕微鏡のイラストの下の縦3枚の写真を見ていただきたいんですが、このように2つの細胞が接合して胞子が形成されます。一番下の写真で見える4つの丸が胞子です。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、赤矢印のところの細胞でちょうど接合し始めるところから胞子ができるまでの動画が見えます。なぜ栄養飢餓時にこのようなコストのかかるような複雑なことをやるかというと、胞子が非常にストレスに強いためで、これが酵母の栄養飢餓に対する一種の生存戦略と言えると思います。私はこの栄養飢餓から有性生殖開始までの細胞内の応答機構に興味を持って研究を始めました。どういうふうに研究を進めていったか説明します。まずは細胞内でどのような因子が働いているのかという疑問から始まったのですが、どうやったら細胞内で働いている因子を見つけられると思いますか？一つの方法は変異体を探すです。変異体とはミュータントとも言いますが、細胞内で働いているタンパク質の設計図である DNA の一部に異常が生じた酵母で、その結果細胞内で作られるタンパク質などにも異常が生じます。変異体を人工的にたくさん作って、栄養飢餓になっても有性生殖に行かないもの、逆に栄養が豊富な状態でも有性生殖に行くもの、本来は分裂して増殖していくような栄養が豊富な環境でも有性生殖過程に進んでしまうものを探しました。今日は
栄養が豊富でも有性生殖に行くものについての話をしますが、このように正常な細胞では栄養が豊富な状態では分裂をして増えているんですけれども、この変異体はこのように栄養が豊富にもかかわらず有性生殖に行ってしまって、胞子ができていることが観察できました。この変異体は実は TOA という一つのタンパク質に異常が生じています。TOA というのはターゲットオブラパマイシンの頭文字から名付けられたタンパク質で、その名の通りラパマイシンという薬剤のターゲットとして端例されたのがトアです。ラパマイシンは免疫抑制剤や抗がん剤として使われています。このラパマイシンはもともとイースター島の土壌細菌から端例されたもので、現地の言葉でイースター島がラパヌイということからラパマイシンと名付けられたそうです。現在ではトアは酵母から人までひどく保存されていて、細胞の成長、増殖に関わる様々な機構を制御していることが分かってきています。人でもいろいろな病気にトアが関わっていることが分かってきています。トアを発見した研究者の先生たちは、そのうちノーベル賞を取るのではとも言われています。それでは私の研究している分裂酵母のトアの話に戻りますが、このトアに異常が生じると、栄養が豊富でも細胞は有性生殖に行ってしまう。つまり、トアは栄養が豊富な環境では有性生殖が始まらないようにしていると考えられました。それでは、次の疑問としては、トアはどうやって栄養があるとかないとかを感知しているのでしょうか。また、どうやって有性生殖に行かないように抑えているのでしょうか。このように研究はどんどん続いていくのですが、今日はこちらの栄養源をどうやって感知しているかについて、最近研究が進んだので少しだけ紹介します。トア変異体と同じように栄養が豊富でも有性生殖に行ってしまう変異体を探したところ、tRNA という因子に関わりのあるものが複数取れてきました。タンパク質はアミノ酸がつながってできていますが、tRNA というのは細胞内でタンパク質がアミノ酸から組み立てられるときに、アミノ酸を運んでくるアミノ酸の運び屋として知られています。栄養が豊富でもまるで栄養がないかのように有性生殖が始まってしまう変異体として、この tRNA に関わりがあるものが複数と出てきました。いろいろ実験を進めた結果、どうやら tRNA はアミノ酸の運び役とは別の機能を持っているということが分かってきて、tRNA を介してTOA が栄養状態を感知していることが分かりました。tRNA はこれまでアミノ酸を運んでタンパク質を作るところで働いていると考えられていたのが、今回それ以外のところに新たに関与していることが分かったという興味深い結果が得られました。この結果は論文にまとめることができて、表紙にも取り上げてもらえることができました。さて、tRNA を介してTOA は栄養源を感知しているらしいということが分かってきましたが、また次の疑問が出てくるわけです。tRNA はどうやって栄養源を感知するのか、tRNA はどうやってTOA をコントロールしているのか、という感じで研究はどこまでも続いていきます。興味のある課題をどこまでも追求していけるのが研究の醍醐味なのではないかと私は思っています。ここまでは私が所属する一つの研究室だけで主に行ってきた研究なのですが、技術が発達して新しい実験手法がどんどん出てきており、一人の研究者が実験を一人でやるよりも、複数の研究者、研究室で協力して研究することにより、より良い研究成果が得られることも多くなってきました。そのような研究の例として、生物系ではない研究者の人たちと一緒に研究を進める、異分野融合型の研究も最近はトレンドになりつつあって、その一例として、私も最近、物理工学系の研究者の先生たちと共同して、常温大気圧プラズマを新規のストレスと捉えて、プラズマ照射に対する細胞の応答機構を解明するというプロジェクトにも参加しています。最後にまとめとして、研究者に必要なものとは何か考察してみました。先ほど異分野融合型の研究についてご紹介したように、もしかしたら研究者は変わり者で研究室に閉じこもっててあまり喋らない人というイメージかもしれませんが、
今の時代はコミュニケーション能力がかなり必要です。また、自分の研究を紹介して理解してもらわないといけないことから、プレゼン能力なども必要でしょう。また、成果をまとめて発表したり、研究費獲得のためなどに、自分の研究について文章を書いたりしないといけません。ということで、私は文章を書くのが苦手で理系に進んだはずでしたが、文章能力も必須でした。また、海外の研究者と話し合ったり、論文を書くためには英語能力もそれなりに必要です。体力も結構必要です。というように、いろいろ必要ではあるのですが、一番大事なのは、研究が楽しいと思えること、続けられる力かなと思います。という感じで、私のお話はこれで終わりにさせていただきます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。